よし、ということで、着きました。でね、マップも埋めたんだけど、ちょっと中心エリアね、行っては見たんだけど、ちょっとやばいデジェットたちしかいなかったので、そのままにしてあります。ということで、行きましょう。いますよ。俺は持ってる。残酷なまでにビッグ。それが俺のデスティニー。小池？俺はそんな小さい存在じゃねえ。俺は何から何までビッグなイケピー。誰も俺の運命を変えられやしない。顔もビッグだったね。それを言うんじゃねえ。正気に戻れ。お前はソーンに操られてるだけだ。この人の場合は操られてるのか正気なのか分かりづらいですね。俺は何から何まで小さいイケピー。誰も俺の運命を変えられやしねえ。顔は大きかったけどね。チャチャを入れるな、森田。ペペロ。俺は持ってる。残酷なまでにビッグ。それが俺のディストピア。もうぶん殴った方が早いだろ、これ。ああ、目を覚ましてもらおう。千住の神より無慈悲な俺という超策力。千住の神より無慈悲な俺という超策力。語彙が豊富で羨ましいことだ。すげえよな。語彙力にはもうとても感心しておるんですが、ということでイケピー戦ですね。レベル47上がってるね。私だってそれなら。ショーゴさん以外は撃っちゃおうか。加減はしない。今楽にしてあげる。ここは私が引き受けます。目を閉じて。よし、で半分ぐらい。よーし、ありがとうございます。イズル、助かったよ。そうか、何か変なところがなかっただろうか。いって大丈夫か。峰沢、何してんだこんなとこで。よ、正気に戻ったみたいだな。あんたソーンに洗脳されてたんだ。ソーンに。ああ、思い出した。お前らに負けた後いろいろあって、いいように利用されたってことか。バカにしやがって。僕たちは現実に戻るためにこれからソーンのところに行く。小池、奴の正体について何か知らないか。何でもいい。奴の正体？そんなもん。あ、何かあるのか。あ、いや、まあこれは勘違いなのかもしれねえんだけどさ、あいつ男なんじゃないのかなって。なんだと。いつも女言葉なんだけどよ、前にミュウと二人で話しているとき、男みたいな喋り方してるのを聞いたことがあんだよ。あ、男だと。そう。
そうだったか。正吾、何か分かったの？ああ、あとは会って確かめるだけだ。なあ、皆さん、現実に帰ったら。なんだ？いや、なんでもねえ。せいぜい現実に帰れるようもがき続けるんだな。ああ、お前もな。なんだかんだいい感じになってる。そういえば洗脳されている時に何かを守るように言われたのは覚えてるんだけど、まあそういうことだろうね。でね、ソーンさんの正体って夏目さんっていう可能性も高いですよね。ありえるんじゃないかなっていうのはあるけど、まあ翔さんの言う通りね、まあ、会って確かめましょうっていうところですよね。あのソーンさんのねキャラエピソードでたびたび登場していた翔吾さん以外のもう一人ね、そのポジションに当たる人、多分その線が、まあ、一番あり得るんじゃないかなって思うんだけどっていうところだね。じゃあまた必殺技のゲージ貯めながら頑張っていきましょう。さあということでストーク戦ですね。レベル40か。じゃあだんだんレベル上がってくるみたいな、そうでもなさそうですかね。イケピー47だったもんね。ということで必殺技は綾菜ちゃんがせっかく溜まっているので、これは打っていただきましょうか。まあいけるでしょう。待って、必殺技打つ前に倒しちゃいそうだったんだけど今。よっしゃー、オーバーキルすぎるんだが。ということで倒しました、ありがとうございます。
さんお揃いで僕またなんかしました？どうやらスイートピーと同じみたいですね。そんなんじゃどうせ何を聞いても覚えてないよ。行こう。もう覗きなんかしちゃダメだかね。面目ない。何か情報をみたいな、そういう流れすらならなかったんだけど。では行きますか。おお、この先もか。また戦いになるよ。準備はバッチリ OK。 ちょっと待ってね。それならちょっと必殺技溜まってるっていうか使えるキャラクターに変えようか。一発は打ちたいですもんね。なるこちゃんと、ことのちゃんで、もうこの女子会みたいな感じで行こうかなと思います。めっちゃいい。あー、なるこちゃんがめっちゃいいスリーショットかなって思ったんだけど。まあ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 、おお、なんかいい感じに若干斜めに整列してくれてるんですが、では行きましょうか。ちゃんとここまで来られたんだ。途中でのたれ死ぬと思ったのに。目立ちたがり屋にしては登場が遅かったわね。パーティーの主役は雑魚よりも後に登場するもの。土底辺の女はそんなこともわからないの？フルコースなんて食べたこともないんでしょうね。そこどいてくれる？刺身の妻は食べない主義なの。相変わらず怖え。こいつは別に洗脳されてるとかじゃないようだな。もともとあれなのか。刺身の妻みたいになるのはどっちかしらね。琴乃先輩、危ない。死ねえ。邪魔しやがって、お子様メガネ。ありがとう、なるこちゃん。ちょっと、せっかく注意を引きつけてやってたのに何外してんのよ。付け合わせのパセリは黙ってな。パセリですって？お前らのことを殺し損ねたままじゃ終われないんでな。私に歯向かったことを一生後悔するくらいにバラッバラにしてやるよ。一番めんどくさい二人を相手にしなきゃいけないみたいね。だけど現実に帰るためですもん。引くわけにはいかないよね。身分の違いを教えてあげるわ。お前らみたいな小動物を潰す時だけ生きてるって感じがする。動物舐めないでよね。もうあんたなんかに負けないんだから。私は誰よりも上に立つ女。それがわからない奴に用はないわ。あんたは現実に帰ればただの痛い女。いい加減自覚しなさい。そんなにこの世界が嫌なら今ここで消えろ。リキッド、マリエちゃん、
私もう逃げないから。さあ、ということでミレイ&ウィキッド戦ですね。レベル48か。やっぱどんどん上がるのかなって考えると、ちょっとストークがあれなんですがで、ナルコちゃんとコトノちゃんを入れておいて、ある意味良かったかもしれないですね。しかも2発撃てるので撃ちましょう。で、ウィキッドからかな。押し切れるか、押し切れるか。まあでもさすがにいけるか。次で行くわよ。手加減はなしだ。じゃ部長はもうミレイさん狙いで。やばい、鈴田ちゃんが間に合うかこれ。間に合ってるかな。危険な状態です。一回移動してもらおう。こっちならいいか。やばい、だからもうみんなで鈴菜ちゃんを守るゲームになってる。どうしよう。一旦これで行くわよ。全力で行くぞ。半分ぐらいまでは。私だってやるときはやるんです。危険な状態です。どうしよっかな。なんかめちゃめちゃ鈴菜ちゃん狙ってくるね、ミレイさん。準備 OK。 さあみんなで守ろう。もうちょっとだからいけるよな。突っ込んじゃう。いや危ないよな。突っ込んでみるか。よし、いいとこ取り。ありがとうございます。さあ進みましょう。踊らないわよ絶対。あんな現実認めない。メビウスの輪が解けたらおしまいなんだよ。この執念
洗脳ってわけじゃないよね。よっぽどの理由があるのね。それを踏みにじってでも、僕たちは帰ろうとしているんだ。ひどい人間なのは、こっちかもしれないな。何にしても、しばらく起き上がってこねえだろう。マリエちゃん。ありがとう。大丈夫。よし、行こう。まあ、メビウス残りたいっていう二人ですもんね。どちらかっていうとね。まあ、そっち派の方々というか、ですもんね。ってなると、口なしか、次。で、エイジ君はいないので、さすがにね、いたとしても、あれだけどね、ぶつけるのは、いろいろと。なので、ショーゴさんはね、ちょっと、尊敬に取っておきたいなって気持ちがあるので、ニフエちゃんと、ケンスケで、行こうかなと思います。まったく、いつになったらたどり着くのよ。戦い続きでさすがに体力が。建物の規模から言ってもそろそろのはずだが。そうか、あなたがいましたね。ここから先は行かせない。あなた、美羽坂先輩に恨みがあったんでしょ。あいつはもう死んだ。そこ、どいてくれない？私の大切なものはもう向こうに何もない。お前たちが出ていくことでメビウスの存在が揺らぐなら行かせるわけにはいかない。やめてよ。友達になれるかなって気がしてたのに。あの時のことは礼を言う。だがここは通せない。行くぞ。私にはメビウスしかないんだ。手加減はなしだ。さあ、ということで口なし戦ですね。レベル40か。押し切れるか。行きます。やっちゃいます。行きますよ。よし、ありがとうございます。もっと骨があると思いましたよ。何が、でもメビウスは守る。メビウスは私の。なんでそんなボロボロになってまで。わかんないですよ。でももう僕たちは止まるわけにはいかない。そうでしょう。ああ、周辺にどんどん負の感情が満ちていってる。それってひょっとしてソーンとミュウが近くにいるってこと？うん、今この瞬間もソーンはミュウに負の感情を集めさせているんだ。ミュウの歌声がとても辛そうだよ。本当はミュウも現実を破壊したくなんかないってものか。だったら早く助けてやろうぜ。道のりは長かったけど、みんなの現実への執念でここまでたどり着くことができた。どんな結末でも私はみんなの決断を信じるよ。
さあミュウとソーンのところに行こう。さあということで、あとはソーンとミュウっていう感じですかね。まあでも口なしの事情をね知ってるとね結構きついものもありますよね。でちょっと話そうとしたらワイヤーが来ました。でですね、俺このタイミングだと思うんですよ、ソンさんのキャラエピソード進められる機会なので、ここで一回戻ろうと思います。しっかりと揃ってますもんね。で当たってましたね。もしかしたらもうちょっと前のタイミングだったのかもしれないけど、個人的にはね、あの学士をソーンさん以外の学士を倒したあたりかなって予想していたので戻ってみたんだけど、ということで進めてみましょう。時が経てば経つほどどんどん君の気持ちがわからなくなる。君の存在が薄れていく。私は正気よルシード。帰宅部を殺さなければメビウスが危ない。私の存在が消えてしまう。オスティナートの学士たちと帰宅部両方の心を知り、あなたは今何を思っているの？どちらの言い分が正しいと感じているの？待って、今はまだ聞かないでおく。もし最後まで私とミュウに寄り添う覚悟があるのなら、一緒に世界を滅ぼす権利をあなたにあげる。逆に私とミュウの邪魔をするつもりならば、バラバラにしてやるから覚悟をしておけ。世界を滅ぼす。さあということで、これにて学士の方もキャラエピソードはクリアですかね。全部見られてよかったな。で、男って書いてありますね、秘密のところに。よし、ということで行きますか。さあということで戻ってきました。でですね、一応スキルの方を技は使えるようには念のためしておきました。ちょっとねスキルポイント的にあれだったので、これから使うキャラクターになってしまったんですが、この編成でいこうかなと思いますので、よろしくお願いします。この先にミュウとソーンがいる。きっとこの先に行けばもう後戻りはできないよ。よし、行きましょう。